やあみんな、大きなお友達の味方、霊夢だよ。同じく大きなお友達の味方、マリサだぜ。前回グレンダイザー受賞として、引き続き登場するカブト工事の、グレートマジンガーラストでの再登場回を紹介したんだけど、今回はパイロット版グレンダイザーとも言える、1975年7月26日に東映漫画祭りの一編として公開された。30分の短編劇場用ロボットアニメ宇宙円盤大戦争を紹介しようと思うのぜ。おお、テレビじゃなくて劇場版アニメだったのね。ちなみに円盤となったのは、当時 UFO がブームとなっていたからのようで、そのため登場するロボット、ガッタイガーも円盤型メカであり、こちらがメインなので、あまりロボアニメだと知られていないな。確かにマジンガーみたいな、かっこいいわかりやすいロボ出てこないと、わかりにくそうね。もちろんロボイザーという、巨大ロボットもいるんだけど、マジンガーなど見た後だと、ちょっと微妙かもしれない。確かになんとも、すごいおもちゃ感がするロボットだね。ちなみにロボイザー自体には、何の武器もなく、130万馬力という、怪力だけが武器なようだな。ブレイクアップ、ロボイザーの掛け声によって分離し、ギャザー、合体ガーによって再び合体していく。合体した時に飛び出た手は、尖って先端部分となり、足は変形して、合体ガーのブースター噴射口となるな。ゲッターロボとまではいかないけど、単純に見えて、結構面白い変形するのね。なので基本武装は、合体ガーの状態のみであり、まずは無数の針状の光線を発射して、敵を貫くニードルシャワー。名前の通り、シャワーのように細かい光線を無数に放つため、雑魚的円盤は避けれずに、これだけで全部倒せるほど強い。無数の光線をこれだけ出せるのは、今までのマジンガー系列の、地球製マシンにはなかったよね。合体ガーから、無数のノコギリ状の刃を生やして、船体全体を回転ノコギリとかして、体当たりして敵を切り裂く、スパイカースピン。これも凄まじい切れ味で、突撃して通過するだけで、敵円盤は次々と破壊されていく。今まではパンチに刃はあったけど、まさか自ら刃とかすのは初めてだね。あと、グレンダイザーと共通する必殺武器として、全体下部から発射する破壊光線、スペースサンダーを放つことができる。なるほど、さすがパイロット版だから、共通する必殺武器もあるのね。当然この武装もすごい威力であり、雑魚的円盤を次々と破壊していき、円盤部隊を壊滅させるほどであった。さらにこのスペースサンダーを一本に収束させると、サンダーフォーカスという破壊力を増した光線となり、敵の母船であるクインバーンを一撃で落とす強さを誇り、おそらく合体ガー最強の技と思えるな。どの武装も敵を簡単に倒せるほどの威力を持つのがすごいね。アニメ界でも隠れた実力を持つ最強ロボットかもしれない。合体ガーがこれほどの強さを持つのは、やはり地球製ではなく、フリード製という惑星の科学で生み出された超兵器だからだな。しかしそのフリード製はある日、ヤーバン大王軍によって滅ぼされ、王子であったデュークフリードは星から脱出していく。その脱出する際に、合体ガーに乗って地球へとたどり着き、デュークフリードはウモン大輔として生活していくこととなった。基本の流れもやっぱり、グレンダイザー本編とほぼ同じなのよね。ちなみにそのデュークフリードこと、ウモン大輔の声を演じられたのは、歌手として有名な、あの佐々木勲さんだな。おお、あの佐々木勲さんが主役を演じられたとは、すごい。主役の声も演じるが、もちろん主題歌も佐々木さんが歌われており、主題歌はグレンダイザーでも、歌詞を変えて流用されているな。主題歌までパイロット版のごとく、共通だとは知らなかった。王子様らしく、地球人離れした、男性で甘いマスクを持つイケメンだが、昭和の男らしい、ワイルドな部分も持つ主人公。そんな大輔は、宇宙科学研究所所長の、ウモン元蔵に保護され、彼の息子として、地球で平和に暮らしており、UFO マニアである、牧野構造が営む牧野牧場で、馬の世話などをして働いている。滅びた国とはいえ元王族な上に、自分の境遇にも卑下することなく、しっかりと地球で働いてて偉い。その牧野牧場には、牧野ヒカルという気の強い、かなりおてんばのジャジャウマ娘がおり、そのため普段から大輔とは、言い争いによる喧嘩ばかりしているが、実は大輔に、密かに思いを寄せている可愛いところもある。昭和ヒロインらしいおてんばキャラだね。マジンガー Z の弓さやかに、近い感じなのね。そのせいか声を演じるのも、さやかに題名の声を当てられた、松島みのりさんが再び演じられているな。あと父親の構造は、ボスの声を当てられている大竹博士さんが演じられていて、結構マジンガー Z と共通している人が多い。今作ではまさか、さやかとボスが親子キャラになるとは。
ただ今作のヒロインは、そのおてんばなヒカルではなく、なんと敵である、ヤーバン王国の王女、テロンナというお姫様である。滅ぼされた相手である、憎き敵国の姫様がヒロイン。実は幼い頃、ルークと共に育った幼馴染であり、かなり親密な関係であったので、おそらく恋人同士であったと思われるな。金髪ロングのタテロールと、いかにもなお嬢様、というかお姫様ですごい美人だから、これじゃヒカルは勝てないね。ちなみに声を当てられているのは、あのドラえもんののび太などで有名な、小原のり子さんだな。失礼だけど、のび太の声演じられた方がこんな美人を、イメージ的なギャップがすごいね。現代においては、のび太のイメージが強すぎるかもしれないけど、ヤッターマンのドロンジュ様といった美人キャラも多くされていた。そうか、あのドロンジュ様と同じ方だったのね。美人なお姉さんキャラできる人は、少年役も結構多いよね。そんなテロンナだが、父親である大王の命令には逆らえず、ルークと合体が捜索部隊の司令官として地球へと来た。そのため図らずも恋人であるルークと敵対することとなり、自分の立場とその思いの板挟みで苦しむこととなってしまう。父親を取るか、恋人を取るかで苦しい立場だねー。ただヤーバンとしては地球を侵略する気満々なため、テロンナも仕方なく攻撃命令を下して地球は大変なことになる。そのため大輔はテロンナの誘いも無視してひたすら潜んでいたが、さすがに地球侵略が始まって傍観することはできなくなり、スターカーという合体側の操縦キーの封印を解き、再び戦闘形態のルークフリードとなって戦う決意をする。大輔としても本当は戦いたくなかったのね。このスターカーは操縦キーである上にルークフリードへの変身アイテムでもあり、キャップを引き抜くことで変身できる。さらに武器にもなっており、先端からスタークフラッシュという1万度の光線を発射して雑魚兵士たちを焼き払い、先端を長く伸ばすことでスターカーフルーレというサーベルへと変形して、マシンパンサーという動物型メカを倒した。このアイテム一つでいろんな使い方ができるとは便利ね。ということで、最初は部下たちが勝手に攻撃を始めたため、なし崩し的に戦いが始まったわけなんだけど、ルークがヒカルと仲良くしているところを見たことで、テロンナは自分より地球の女を選んだと嫉妬してしまい、家族も同然であるマキの一家に手を出そうとしたことで、完全にルークと対立してしまう悲しい戦いとなってしまった。女性の嫉妬は恐ろしいものだ。それにしてもさすが王子様なだけにモテるな、ルーク。がっちり戦闘服まで着込んだ上に専用の円盤に乗り込み、マキの一家を人質に合体側を渡せと迫ってきた。敵の円盤に囲まれて鎖で囚われてしまうが、合体側にはそんなものは全く通用せず、鎖を引きちぎって浮上し、ブレイクアップロボイザーの掛け声で円盤からロボイザーが飛び出していった。敵も中からロボット飛び出してくるとは思わなかったからびっくりだろうね。それに対抗するように敵軍の円盤たちも戦車や四つ足怪獣モードに変形して大砲を撃ったり火を吐いて攻撃してくるが、ロボイザーの強力なパワーには全く歯が立たず、再び合体した合体側は空中戦でも圧倒的な力を見せつける。ニードルシャワーやスペースサンダーであっという間に空中の敵円盤たちを次々と破壊していった。強すぎるね、こりゃ敵も欲しがるわけだね。ただ敵側にもヤーバン熱戦ミサイルというクインバーンに搭載された切り札とも呼べる兵器を持っており、合体側ですら一発で倒せる威力を持つと言っていたが、撃った直後になんとテロンナがかばったために妨害されてしまった。ルークとは敵対しちゃったはずなのに、どうして。地球人の女憎さに敵対したとはいえ、やはりルークへの思いをテロンナは捨てきれずにとっさにかばってしまったようだ。自分の軍を裏切ることになってまでかばってくれるとは、そんなにルークのことが好きだったのか。ルークも地球人として生きていくためにテロンナを諦めたが、彼女のことはやはり大切に思っていたため、自分をかばってくれたテロンナへ報いるべく、怒りのスパイカースピンで敵母艦のクインバーンの船体を切り裂き、最後はとどめの最強武器サンダーフォーカスによって一撃の下でクインバーンを撃墜した。サンダーフォーカスも強いけど、スパイカースピンのカッターの威力がエグすぎるくらい強い。敵母艦を倒したルークは瀕死の重傷を負って倒れたテロンナの元へと急ぐ。最後のお願い、私が死んだら一度だけ強く抱きしめて、ルークフリ。テロンナ、武器のない世界に生まれていたら俺たちは愛し合えたろうに。テロンナ！
なんとも悲しい運命の二人だな。生まれ育った環境さえ違わなければ幸せになれたのに。こうして悲劇的な戦いを終えたデュークだが、今回倒したのはあくまでただの一部隊だけである。本星から来る追撃部隊に地球を巻き込ませないために、デュークは一人地球を離れて戦う決意をした。そうだよね、ヤーバン大王っていうボスは直接出てきてすらいないもんね。ということで、デューク・フリードの戦いはまだまだ続く、というところで、この映画の物語は終わっていくわけだな。おお、ある意味グレンダイザーは、この映画の続きが見れるようなものかもしれないね。まさにその通りで、グレンダイザーではこの映画を元に、よりブラッシュアップして制作されていくわけだな。もちろんグレンダイザーでは、きちんと最後まで描かれるので、グレートのように、微妙に決着つかずというわけではないな。そういえばグレートでは闇の帝王のことは忘れてそのままだったね。では今回はここまでにして、次回からいよいよグレンダイザー本編について語っていこうと思うのぜ。それではまた次回もお楽しみに。